どうもみさん、こんにちは。レックス専任講師の丸明です。今日は4月27日月曜日、それでは今日の丸始めていきます。まずは、ちょっと日程は2日前で直近なんですけど、あさって水曜日29日の休日祝日ですが、山下先生のホームルーム法律演習ゼミがありますので、時間は夕方の17時、5時から夜の9時までになってます。ぜひ皆さん振るって、直前期の確認ご参加ください。それでは、今日の丸テーマは、引き続き好評いただいてます、合格できない人の勉強法第8弾とさせていただきます。ここも繰り返しっていうところはありますが、また今週来週、ゴールデンウィーク、勝手に世間での話ですけど、そういったところもありますから、勉強集中して、やってもらうために勉強法をお話ししていきたいと思います。今日は過去問演習、今までクイックマスター問題集の方で各科目単元ごとには勉強してきたんだけれども、例えば特別区平成26年度の本試験問題という形だとか、あまりまとまってその本試験を解いたことがないという人もいます。模擬試験を受けている人はそれなりに時間配分、時間感覚、これも何回も言ってきましたが、養ってきているところはあると思います。時間配分の、おすすめ、このあたりもまた明日以降お話ししようと思いますが、やっぱり実践的に練習していかないと、自分の受ける自治体、試験種ごとに難易度、それから問題の構成、文章理解が現代文が多いのか、数的処理で言えば図形が多いか少ないかというところもありますし、あるいは知識系の問題、どうやって順番解くのかというところもありますし、知識系がちょっとゆっくりすると知能系の問題解く時間が足りなくなります。その辺の時間感覚、時間配分、解く順番ですとか、何の問題に何分ぐらい注ぐのかというところの意識が足りなくなるので、ぜひぼちぼち1ヶ月近く前になりましたので、実践練習をやってください。もちろん、実践やった後はインプット戻るっていう作業が必要になりますけども、ではまた明日以降引き続き、1ヶ月近くになりますので、勉強法についてお話します。では今日の丸は以上になります。どうも皆さん、ありがとうございました。